はい、こんにちは。はい、こんにちは。ミサト、オーストリッチファームのともちゃんと。こんにちはです。本日は、絢爛動画です。はい。何度目の絢爛か。乃木坂の歌でなんか、あったよ。青空。分かってくれた。うん。今日はじゃあ、ここの卵を絢爛していきましょう。じゃあ、オープン。シーソーを水平にして。うん。こういう時にあれ、クンクンして。あ、そうですね。普段、腐った卵があると異臭がするので、開けた時にボワってくるよね。臭気を放っている卵があるとすぐ分かるんですけど、今日は大丈夫そうだ。今日絢爛するのはこっちです。この3月29日の方です。はい。絢爛をするには部屋が暗い方がいいので、はい、消していきます。電気が消えました。暗いですね。今日はいつも絢爛をしながら OK 卵だのダメ卵だの僕らで勝手に言ってますが、果たして何が OK で何がダメなのか、その基準見極め方みたいなやつを解説しながらやっていけたらと思います。はい、では早速絢爛お願いします。はい、はい、ライトは最大光量で、はい、このライトってやっぱり強力なの？強力だね。あと調節ができます。さて、いきまーす。はーい。やっていこう。お、ダメ卵。はい。まあ、ダメ卵の。お、ちょうど。なんとわかりやすい。これ2つ出してみましょうか。はい。はい、では、はい、まず。OK 卵がこちら。パッ。これ今、天面からライトを当てると。はい。ね、2層に。しっかりと分かれております。光が当たって透過している場所と、光が当たってるにもかかわらず影になっている場所、うん、でもこの境目がね、くっきりしているかしてないかですね。はい、でちょっと持ち上げるんですけど、はい、下に全然そのライトがね、ライトの光が届いてないんですよ。はい、これが大事ですね。はい、これは中で血管ができ始めて、こういう風に分かれて透過しなくなるので OK 卵です。はい、そしてこちらダメ卵。ダメ卵、はい、先ほどと同様に天面から光を当てておりますが、境目が曖昧というか全体的にぼんやりと明るくなってしまうのはダメ卵です。はい、お分かりでしょうか。上から下までしっかり光が透過しております。うんうん、これは残念ながら発生が進んでない無精卵、はい、ということになります。もう一回、はい、全然違うよね。OK 卵、ダメ卵、こんな感じです。皆さんお分かりいただけたでしょうか。たまに判断の難しいのもあるんですけど、はい、うちでは判断の難しいやつはもしかしたら優先卵である可能性もまだあるので残してるという感じで。そうですね、先ほどのはもう完全にダメ卵でありました。なので無精卵なのは温め続けても意味がないので出しちゃいます。はい、はい、よいしょ、どんどん行こう。いいんじゃない。ダメ、ダメです。ダメ。ダメそう。うん。怪しいけど、でも下まで行ってる。ダメそう。ダメ。微妙。ダメそう。ダメ。ダメそう。はい。残念ながら、皆さんダメ。ダメな卵が多いですね。まだ、まだ、まだ3回目なので。そうだね。でかい。でかい卵だからといって、生まれるとは限らない。まあ、有精卵か、無精卵かは、大きさに関わらず。そうそう。あと交配をしていたとしても無精卵の時もあります。次行こう。OK。OK。OK。ダメ。ダメ。OK。ダメ。あ、じゃあ。ダメ。OK。難しいな。これ OK で、これも OK。こう2つが。後ろの2個。うんうん。OK。OK。ダメ。ダメ。オッケー、ということで右ちょっとずつなんかオッケーが増えてきて嬉しいな。ね。あと2列あります。はい、ダメ。ダメ。下まで行ってるよ。ダメかな。はい。ダメそう。ダメそう。ダメそう。うん、ダメそう。はい、全滅。全滅。ここは全滅。オッケー。ダメ。ダメそう。ダメだ。ダメ。ダメ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 1個、はい、で終了だ。はい、ここも確か全滅に全滅です。残念だ。はい、これはまた無精卵の多いこと。そうだね。
生き残った卵は、7個です。うん。さて。はい。この先の作業はどうしますか？この先は、取りません。はい。ただ、船の説明が。船の説明？はい。以前の絢爛の動画で、船というね。タフ船、タフ船って言ってるんですけど、はい。これです。この緑色の。これ。タフ船っていうなんか商品名、セメント、はい、コンクリートの入れ物のようなものだと説明がありましたね。これ調べたら。はい。はい。うちの本業というか、が、うん、コンクリートを扱っているので、うんうん、そういった関係でダチョウの飼育にもコンクリートの用品が扱われていたりします。そうです。ということで、はい、第3回目の絢爛でした。はい。ダチョウに詳しくなれる、ダチョウと記念撮影、卵を取る体験も、ダチョウに餌やりだってできちゃう、めっちゃ楽しい牧場で待ってるよ。